だって、そう、その霊ラインってあるでしょ。それはいつも決まった場所だけど、時々霊ライン変わったとか聞いたことない。そんな霊ラインって確か霊のライン、霊が通るライン。これがね。で、いつもの場所通りあるやんか。だって過去やもんから。ね。光は過去です。ね。神の霊も全て光だったから。で、現実界のなんかいろんな光を邪魔するものを身につけてあるだけでね。ま、身にまとってあるだけでね。光やから。でも、身にまとって、しかもまあ、現実界の治療、住みすぎたら疲れるよ、神。それが悪霊化してるわけか。で、そんなんが、まあ、別の体系で説明したら、悪魔とか魔王とか、そういうふうな類に。で、パワーなくしていったら、まあ、こう、このの、こう、悪魔ってまじで言うんですけど、だから魔王が悪魔になってる。まあ、どっちの上かな、知らない。でも適当な言い方もできんけど、向こうは向こうでいろんな定義作ってるでしょうし、その定義をしょっちゅう組み替えてるでしょうから。でしょ？だからまあいいや。劣化すると神に。それは現実界の治療を身につけてみたら劣化するんだろうと。ね。だけどそれでも、治療とは現実界の現在でも、光は過去だから、絶対に過去しか光にならないから。ね。だから、通る道は決まってんの。何パターンかあるだけ。うちがその人を転生するために通り道があるわけ。だから、その人を転生した会社しか、その人の通り道がパターンない。まあ、そんだけしかないわけ。変えた分はあるってことよ、それ。だから、わかるやん、大体どこ通るか。な、思い出しもするし、感じもするやん。だって原料うちやねんから言うと、光すらね。だから、同一性、同質性はないけど、だけど、類似性が自分と、同じ現状って言ったらような、要するに、うちの一部でしかないの、ね、うちに対する攻撃もね。でしょ、うちの当事者が。だから、ダメージは基本じゃないはずだけど、うちの中にいるあなた方の敵が、うちの中に隠れてるときあなた方は、うちに対して腹を立てるでしょ。で、うちの中にいる敵に攻撃加えると。それは痛がって死ぬけど、その時うちの体が引っ張ったり、まあ、それぐらいできるやん。じゃその敵が数多かったら、ちょっと、なるやん。まあ、普通の攻撃でもね。ああ、ごめんなさい、言い方間違えた。魔術でもね。武道は現実界の肉体を使ってますが、ただ、神経系は、パルスは過去の光を感じる。じゃあ、どういう風に神経を通そうかなっていうのは過去やねん。肉体が現在でも。じゃあ、読めるねん。光が見えたら相手がどう動くかは絶対過去やから。じゃ神経系使われへんやん、ちゃう。死ぬで。なじゃあ全ては過去なんですかって見ちゃうね。今説明したように、現在は過去と、要するに過去が現在を未来にしようとしてるけど、過去が強すぎたら、過去を演じるだけ。じゃなくて、光使うけど、どうやって筋肉動かすんですかって。うん。だから、その人とは関係ないものを使えるでしょ。武道の説明から、ほんまに一生懸命説明してるんだ。その人じゃない光を使える。じゃあ、うち、それ読みにくいやん。あーってやられたから、それは相当頼んちゃう例があって。そんな思いを確かに知ってる場合ちゃうのも死んでたりするから、うち。そういう動かし方ができるな。でしょ？で、それをどうやって使えるかっていう現実の、現在ある、この現在であるこの、例えば細胞でしょ？これはうちの提案やけど。こんな提案なんですよ。な？分からないと思うんだ、知らんけど。な住宅にあるおじいさんに。いやいや、説教されて分からないと。お前絶対怒るなよ。で、怒った瞬間に絶対パンチするんだよ。相手殺してしまうとする。あれなんだよ。説教されて。そんな殴ってもいいのに。パッチラッと見て。お前の性格と、お前のその、せえな、腕な。よくある、あるある話でしょ。で、さらにとして、あ、デートしとる。その時。そのおじいさん。あ、今清水の八幡宮関係者でもちょっと。ヤクザやね。登録者。ヤクザ。さて、暴力団は銀行口座作られんの。ヤクザは作れんぞ。暴力団ちゃうもん。ヤクザは。そうやね。入れ墨しててもヤクザちゃうもん。あ、間違えた。入れ墨しててもヤクザは暴力団ちゃうもん。だって、入れ墨は別に関係ないの。こんなもん、こんな文化とか、また別のところ発祥とかね。レジスタント。やつだね。
もともと日本にいた私たちが侵略してきた大和民族の方が反社会勢力。しかも大和民族は純粋な大和民族は300万人しか日本におらへん。もう一回。だって大和民族は上流階級維持するのかんから部活にうちらと混血できへん。な。で、うちらと混血して、しかも大和民族の文脈通すのも秘密が多いから、あいつら。ん？うちらの声、どんどんどん、あいつらの側の秘密が漏れちゃうやん。ん？だから必死で、大和民族寄り添って、300万人寄り添って、必死で防衛してんの。やつら全部繋がってるから、連帯攻撃取ってんの。ん？連携取れへん。めっちゃ上手なあいつらあれやから。遊牧民族。ん？そういうプレイは連中めっちゃ得意だから、連動しとんで。ネットと超安全原爆攻撃、完全連動してるんで。それまで。だからネットの方が猿なら、超安全原爆攻撃がいいね。猿は犬を使って羊を管理っていうシステムなんだけど、残念ながらうちは草食動物でも血液型 B でもない。羊は血液型 B の。しかも、うちら白身さん、群れへんやろ。だから、あいつは戦いようがないの。だって群れ管理しかできない。犬を使って羊を食べたら終わりやろ。遊牧民族ちゃうから、それ。な。じゃあ、なんとか羊毛取れへんかなと思ったら、そんなもんうちは早いんやろ。血液型 B だ、むしろ遊牧民族に。羊の母乳何好きだから。シーンと。戦ってもしゃあないと思うし。しかも遊牧民族すらうちの子孫なんか。で、連中のレーライン見えるやん。来たら見えるやん。なんかチリマ取ってきたらいきなり入れることもあるけど、そういうところが見えへんから、感じられへんから。なんでって、チリ役ともうちの肉ともどっちも現在やから、現在は現在、見えへんやん、実は。それは宇宙物理学。